王子ンは、新末民発の軍人、政治家。段気随、標国将と共に、北洋新軍三傑と称された人物である。北京政府では、国務総理も務めた。字は、兵教。号は、冠高冠樹医師の家系に生まれた。家庭の球場からキューバを習うこととし、1878年に、聖帝ン氷学兵隊に入学した。 その後、山海館に赴任している。1885年、天津武美学堂に入学して、3年後に優秀な成績で卒業する。山海館に戻ってただし、弁随衛法大学堂に任命された。1894年、王子陳は、直令帝徳用市長に従って、朝鮮に赴任する。日清戦争では、王は、平安防衛戦などで最前線に立つ。 王は、果敢に、日本軍に挑むと同時に、様々な検索や、救援要請を行ったが、派からはことごとく拒否された。挙句に派は繊維を喪失して逃亡し、平壌は落城してしまう。王は敗軍を可能な限りまとめて退却した。1895年12月、遠征外が、天津章丹で新軍の編成を開始する。王子陳は、 ただし、ミサウェイム諸会弁慶公部同窓教習に任命され、さらに皇帝英艦隊、公平徳文道監督も兼任した。王は、高い訓練指導力を発揮して、成果を上げ、園から信任を受けるようになった。園政外が、三党巡部に任命されると、王は、三亡前将軍務となる。また、日本へ、軍事訓練の視察に赴いたこともあった。 1900年、王は、義和団の乱の鎮圧に従事した。その一方で、王は山東省内の黄河が決壊した際に、公平隊を率いてその被害を、最小限に抑えている。さらに開墾を行って、被災地復興にも貢献するなど、民政でも活躍した。1902年春、補定に、北洋軍政士が設置されると、王子鎮は総参議に任命された。 さらに北洋常備軍が編成されると、王は左翼翼長に任命された。その後も、軍学指政士、軍政指政士、北洋軍、第二鎮頭政官、第六鎮頭政官などを歴任した。この間に、王は北洋常備軍の訓練、規律の整備に尽力している。1906年冬、王は新設の陸軍部で、右次郎に任命された。翌年、 江北帝徳検事を焦げ事務に就任した。1911年10月、武将危機が勃発し、侵害革命が開始された。一時失脚していた、遠征外が内閣総理として国政に復帰すると、王子珍も陸軍大臣として任用された。しかし、王は新朝への忠誠心が強く、新朝が滅亡すると王は職を退いた。 1914年、王は、陸軍上昇区組を授与され、北京政府に加わる。5月には、陸海軍大元帥統率弁事所弁事員模範団光ン、内所所長などに就任した。1915年8月、段機随の公認として、陸軍総長に就任している。1916年4月23日、 参謀部総長に任命され、6月6日の縁、政外死後もその地位にあった。不印の争いでは、王子陳は、霊元広士を支持し、対ドイツ戦線問題でも、戦線反対の立場を取った。1917年5月、はじむが、段気随を国務総理から罷免すると、王は、景気警備総司令に任命された。理教、ただし内閣が成立すると、 陸軍総長兼参謀部総長となっている。7月、長君が副壁を行うと、王はこれに参与し、内閣議政大臣、参謀部大臣などに任命された。副壁失敗後は、混乱の責任を取ろうと王は故郷に隠居してしまう。しかし、北京における秩序の維持に貢献したことなどを理由に、断機随から参謀部総長への復帰を許された。間もなく、 団気髄率いるアンキ派と、兵国省率いる食令派との間で、南方政府への方策をめぐり、武力統一か和平統一かの争いが起きる。11月15日、弾が国務総理を辞任すると、兵の指示により、30日にオーシチンが処理内閣総理となった。しかしその後、アンキ派は法典派と結ぶなどして巻き返し、さらに王内閣打倒を図る。 1918年2月20日、王は、病気を口実に辞任した。1920年12月、王七は、イケルカン三世順越氏に任命されたが、翌年1月に早くも辞任している。1922年1月、得意将軍の位を授与された。1925年2月、前後会議議員、軍事整理委員会委員長となっている。 晩年の王は、軍事、政治の前線からは退いた。王は、警視治安維持会会長などの身分で、北方各派の争いの調停や北京の治安確保、さらには、事前事業などに取り組んでいる。王の活動は、北京を、戦火の被害から免れさせる上で貢献した。1930年7月1日、北平にて死去、去年70。 ありがとうございます。